こんにちは、あゆるです。久しぶりに海外に行くので成田空港に行きたいと思います。まあルートはいつも通り東京駅から一番安いねエアポートバスって呼んで行くんですけど、日本の各空港には門限がね実は決められてて飛行機の発着できる時間が限られてるんですね。で成田空港も例外ではなく夜23時から朝6時までは離発着ができないことになってます。でも国際線の場合 2,3 時間前には空港に着いておきたいですよね。私の場合翌朝8時のフライトなので6時には着いてないといけなくて、普通に考えても4時には起きないと間に合わない状態ですね。それに電車で6時過ぎに到着するとどうせわちゃわちゃして15分ぐらいロスして 1.5 時間のタイムアタックになってしまうことが目に見えてます。それ以前の時間に到着したいと思うとそもそも動いてる電車がないという事態が発生しますね。そのわけで今回は早朝発のフライトに乗る場合どうするべきか成田空港バージョンでお届けしたいと思います。イエーイ。その方法1、いい時間にタクシーで移動することです。都内在住の人でもこの方法を選択する人はわずかでしょう。なんて言ったって成田空港死ぬほど周りに何もない千葉の奥地です。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。では一旦都心である皇居から出発して計算してみましょう。はい、都心である皇居千代田区、千代田1の1かな出発しても36,300円かかることが分かります。これより西側であればさらなる出費は免れません。出張でも深夜タクシー乗っていいよという会社はわずかかと思われます。なんて言ったって成田空港、あの成田ですからね。よほどお金余裕のある人は深夜タクシー10万使っても痛くもないかもしれませんけど、そもそもそんなお金がある人は成田空港じゃなくて羽田空港を選ぶというジレンマがあります。庶民の私はこれ以外で節約する方法を模索しましょう。ちなみに空港専用のシェアタクシーニアミーエアポートというサービスを見つけましたが、時間に余裕がある人であれば相乗りで楽に安くつけるのと、細かい時間指定はできないようなので本当に無限に時間がある人にはおすすめできそうです。では次の方法です。方法2、その辺のホテルに宿泊することです。かくなる上はやっぱり安心の前乗りなんですが、これ見てください。成田空港が公式ホームページに載せてる周辺ホテル情報なんですが、多くない？3番とか成田空港よりホテルバスで約30分って書いてあるんだけど、そのホテルバスの時刻表を見たら一番早くて6時半に成田到着となってます。これは前乗りするには少し心もとないので一旦除外して他に近場のホテルを調べましょう。丸2番に位置する成田エアポートレストハウス、成田空港第1ターミナルよりホテルバスで約5分、第2ターミナルよりホテルバスで10分なので、まあ移動するにも近い。金額を調べると素泊まりで8,900円、土日と平日の金額の差は大きくないので取りやすいかなというところですね。で、14日前の予約なら7400円というプランもあります。こっから外のホテルってなると、バスで10分から20分以上かかる場所がほとんどなので、結局そんな移動するなら前乗りの意味なくない？近さは正義であるという信念にのっとり度外視させていただきます。一番楽勝で安い方法を OL は今回も試させていただきました。これが方法3となります。第2ターミナルにある9アワーズっていうカプセルホテルの化け物みたいなホテルで過ごすことです最終的にいろいろ見合わせるとここは最強だなと思ったのでご説明していきたいなと思います。ここはエアポートレストハウスとそんなに金額が変わらないんですが、バスなどを使う必要もないので遊びに乗る際の最適解だと私は思います。これから先成田空港でお金なさすぎて行き場なく漂流せざるを得ない状況が皆さんにも私にも来るかもしれません。でも昔検証したけど、空港のベンチで寝るのは一部では当たり前でもありながら一般的には迷惑と捉えられる場合もあるでしょうし、何より硬くて寝れないから飛ぶ前に疲れるのはナンセンスです。最適に最低限の人権を確保していきましょう。ナインアワーズは第2ターミナルの奥の方に存在します。ちょうど翌日の便も2ターミ発だったので近くて助かりました。第1と第3ターミナルの間に位置しているのでどこのターミナルでも超絶不便ということはなさそうな気がします。男女エリアは完全に別になっていまして、チェックインするともらえるバッグにバスタオル、フェイスタオル、バスマット、パジャマがあるのが嬉しかったですね。
耳栓、スリッパ、歯ブラシもくれて親切。ここがロッカーエリアです。結構数があるなと思います。で、これがロッカーで、私が持ってるのが61リットルのスーツケースですが、この仕切りを外してもっと大きいスーツケースだったりとか、冬用のコートをかけることもできるみたいです。広々。シャワールームはこんな感じで脱衣所と一体化しており、9部屋ぐらいかなあるので、どんなに混んでても取り合いにはならなそうです。シャワールームの取り合いに参加するのも、その様を見るのも嫌なので助かります。シャワールーム、いざ入ってみます。こんな感じでちゃんとシャンプーもついていて、よくわからないところのは使えないという人も安心。老舗のタマノハダという石鹸メーカーとコラボしています。ゴミ箱があって偉い。あとは特に褒めるところはないかな。海外のドミトリーとかと比べたら、誰がいつ土足で踏んだかもわからん、バスマットで足拭かなければいけないというのがないのはいいですね。日本の細やかな気遣いが光っています。それとそこそこシャワー室も広いので、温まりきらないシャワーの水を避けることができます。お子様連れの方も使いやすい広さなんじゃないかなと思います。お風呂から上がって、こちらは共用部の洗面エリア、化粧エリアです。ここも醜い場所取り争いなど起こらなそうなくらい数がありますので安心できます。ドライはナショナルではなくパナソニックのごく一般的なものですね。やはりすぐ横に寝室エリアがあるためか、静音に気を配られてそうです。そしていざ寝室エリアへ。しっかり静かだし、女の人しかいないからいい匂いなんだろうなと思いきや、普通に全然そんなことないです。こういうお部屋が上下ずらっと並んでるわけですね。ここまでカプセルやってるカプセルホテルは初めてです。これ上に登るんだけど、高齢者絶対無理ですね。ステーンって後ろにすっ転ぶ姿が目に浮かぶ。それくらいちゃんと自分を支える力が必要でした。入ってみると特になんもないですなんもないですね。コンセントが一口ありましたね。 USB 口ではないのが若干のレトロさを感じさせます。で、これは普通に照明ですね。はい。他はちょっとよく分かんなかった。分かんないです。まあ、そんなにいじる必要がない場所なのかな、みたいな。物置は多分このちょっとしたくぼみなんだなと思います。ロールカーテンでプライバシーを確保します。自動で止まるわけではなく、下の方に引っ掛けて使う感じになってます。この引っ掛ける場所があるのでね。はい。寝てみると広い。私は167メートルあるんですが、結構余裕あるので、小柄な人なら縦に2人いけるかもしれませんね。海外の利用客の方もたくさんいるので、ベッドの長さはきちんと配慮されていそうです。見えている景色こんな感じ。普通にお布団もあるので安心して寝られます。と思いきや、死ぬほど生活音とかいびきとか気になって、マジで耳栓した方がいいなと思います。4時にはアラーム鳴るので、他の部屋からね。マジで耳栓はもらったの完全忘れてて、私忘れてたんですけど、した方がいいかなと思います。そんな感じで朝5時ぐらいにチェックアウトしました。耳栓だけは忘れないように気をつけてください。ぜひ成田からの便に乗られる際はこちら検討してみてください。